はい、こんにちは、翔太郎です。今回紹介するのはこちら。総動仮面ライダー01 AI07 より、仮面ライダー陣バーニングファルコンです。はい、こちらは仮面ライダー01に登場する敵のテロリスト集団、滅亡人雷ネットの一人、仮面ライダー陣が一回やられて、復活した後の状態ですね。まさに不死鳥って感じ。それでは早速見ていきましょう。パッケージ表はこんな感じ。スラッと立ってる姿と、翼で飛びながら武器であるスラッシュライザーを構えている写真。そしてセット内容が書いています。パッケージ背面はこんな感じ。そしてこちらを取り出して組み立てることで仮面ライダー陣バーニングファルコンが完成します。内容物は仮面ライダー陣本体とこちらの専用台座、交換用ハンドパーツが本体に装着されているものを含めて合計4つ、ベルトのスラッシュライザーを取り外して武器にしている状態のものが1つ、スラッシュライザーを取り外した後のベルトのバックルパーツ、そして展開した状態の翼パーツ、そして専用シールが2枚ですね。枚数が少ないのでシール派の人も貼りやすそうですね。そしてライダーズクレストがかっこいい。本体は正面、側面、背面がこんな感じ。塗装による色分けも結構良好で、最低限しっかり色分けされていて、この状態でもキャラクターの雰囲気が出てるっていうのはさすがだと思います。あと今回すごいなって思った点があって、この肩パーツを外して、この翼のように後ろにシュッと伸びてるパーツっていうのがしっかり表現されているんですけど、これどういう風に接続されてるかというと、軸がついてる方はいつも通りで、こちらの腕側の方が内側を見ると、こんな感じで、この上のカバーパーツみたいのが一体化してる状態なんですよね。この表現は画期的だよね。今までなかったんじゃないかな。こうやって接続した時にかなり見栄えがいいんですよね。ただちょっとだけ可動に難はあって、腕を水平に上げる時に限界の角度はここになります。普段の走動だと90度よりももうちょっと上がるので、それなりの可動の制限はあります。あと今回すごいなと思ったのは肩の形状で、こうやって正面から見た時にこうやってなだらかに落ちていく角度っていう劇中の雰囲気が割としっかり表現されていると思いますし、後ろに向かってこうやって落ちていく感じもボディのアーマーとのラインの一体感ってすごくいいんですよね。ここはかなり見栄えいいと思います。ただこのキットもそれなりに突っ込みどころがありまして、まず頭部パーツですね。斜めから見るとそれなりにかっこよく見えるんですけど、正面から見ると本当はこの尖った部分一個一個がもうちょっと長いんですよね、本編だと。でも安全面と金型の関係なんでしょうね、ちょっと短めになっています。パワーアップ前のジンがかなり造形頑張ってて、すごくバイザーの端っこの部分が長くて、横から見た時も対象年齢3歳のギリギリぐらいのそんな長さとシャープさがあったんですけど、それに比べるとやっぱり丸っこさが目立っちゃいますよね。それならこのパワーアップ前のジンみたいに頭部をダイナミックな造形にして、後ろの誤飲防止のピンがない、その仕様にしてほしかったですね、バーニングファルコンも。そして正面から見た時にちょっと気になっちゃったんですけど、肩幅がやたら広いように感じちゃって、本体のアーマーに対して腕を接続しているピンのパーツっていうのがあまり見えないタイプのキットもあるんですけど、ジンはこんな感じで結構がっつり見えちゃうタイプなんですよね。多分この胸アーマーの形状がこうやって割とストンと落ちていて、腕側の方までせり出していないというか、そういう感じのデザインなので、やっぱりちょっと肩が外側についていてスマートじゃない印象を受けちゃうんですよね。改造できる人はちょっと肩幅詰めてあげてもいいかもしれないです。あとは例によってですけど股関節の可動ですね。単純に足を前に出す時の限界の角度がここまでなんですよ。石ころ蹴っ飛ばすぐらいの角度、横にはこんだけ上がるんですけどね。01のシャイニングアサルトホッパーが収録された段あたりから前方にあまり足が出せないっていうのが顕著ですよね。それと同じ段収録だったアサルトウルフがこれだけ前に出せるので、しかも股関節のシルエットの破綻なく、これくらいのいい塩梅を狙ってくれると嬉しいんですけどね。ていうか騒動のアサルトウルフめちゃくちゃかっこいいよね。01騒動の中で一番できいいかもしんない。それでは本体ざっと見終わりましたので、何個かポーズを取っていきたいと思います。まずは初登場時に見せた翼を展開してこちらを見つめるポーズ。まあ実際羽はもっと大きいんだけどね。ランページバルカンにでっかい羽パーツ、しかも両羽バージョンつけるんだったらバーニングファルコンにもつけてほしかったなって思いますね。コストの関係上ちょっと難しいのかもしれないんですけど、そういうオプションパーツが今後出てくれたら本当嬉しいなって思います。あとこれ体を斜めにしてるから結構見栄えよく見えるんですけど、前から見ると肩幅のせいでちょっとだけマッシブに見えちゃったり、太もものこの内側の部分が股間のこの部分に干渉して足をスッと真ん中で綺麗に揃えることができないんですよね。内側方向にこれ以上稼働しないので、足の付け根のパーツ、これがあと2ミリぐらい長かったら嬉しかったんですけどね。まあそれでもカラーリングも相まって結構かっこいい感じでディスプレイすることはできます。あと言い忘れてたんだけど、これ成型色めちゃくちゃ綺麗なんだよね。メタリックの入った赤、これがめちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ実物見てほしいですね。そして武器であるスラッシュライザーを抜いて相手に剣先を向ける時のポーズ、横から見るとこんな感じで、スラッシュライザーのモールドがすごいしっかり再現されているのがわかると思います。
これなんと両面再現されてて肉抜きないからね。そこはほんとすごいと思います。ただ刀身がちょっと短いんだよね。この縮尺でいくんだったらあと2ミリぐらい長かったらかなりかっこいいんじゃないかなと思います。スラッシュライザーを持たせてもっとかっこいいポーズがあるだろうって思う方もいらっしゃると思うんですけど、股関節が不自由なせいで腰が落とせないのであまり斬撃ポーズをかっこよく決めれないんですよね。股関節の稼働って本当に重要なんだなって思います。台座で空中に浮かせて腰のひねりをうまく使うことで回転しながら相手を切りつける必殺技のバーニングレインもそれっぽく表現することができます。このポーズの場合あんまり足を前に出す必要がないので結構綺麗に決まりますよね。アサルトウルフと組み合わせるとこんな感じでさらに劇中再現度が上がると思います。そして最後はサウザー戦で見せた蹴りの必殺技であるバーニングレインラッシュのポーズを取りたいと思ったんですが、これも横から見てもらうと分かる通り膝がこれ以上上がらないんですよ。股関節の可動の影響で本来この膝の位置ってかなり体側にグッと上げてるんですけど、今回はこの可動が限界でした。この伸ばした方の足もね、角度的には本来もうちょっと上だからね。ジンに関してはキックポーズも上手に決まらなかったのは悔しいですね。1型も股関節に難はありましたけどキックポーズはうまく決まりましたもんね。こういう角度から見るとそこまで悪くはないけど、やっぱり全体的にちょっと不格好かも。これは久々にちょっと改造したくなりました。ちょっと悲しみが過ぎてスラッシュライザーつけるの忘れてたんで、つけるとこんな感じです。全体の造形自体は細かくてすごいいいんだけどね、本当に惜しいっていう感じ。はい、いかがだったでしょうか。肉抜き穴のない武器の造形や二の腕のディテールの新しい処理などすごく進化を感じるキットだっただけに、足りないところが目についちゃうなっていう印象でしたね。でも全体的に造形自体はかなりかっこいいので自己責任にはなりますが、腕に自信のある方は可動範囲を広げたり各所のディテールアップ試してみてはいかがでしょうか。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。